はいどうも皆さんこんばんは。顔パックしながらこんばんはってところで人生初ヘカリもやっていきたいと思います。録画開始開始。もうこのまま映しとこうかな。ある方がいいやろ、ないより。やったヘカリムだ。はい、開始開始。あ、ミスった。うぃー、やったね。あ、いいよいいよ。間違えてない、間違えてないから。これ2でいいんかな。今強いと思う ADC は何ですか。あ、カイサー、ザヤー、ゼリーかな。おう、ヌヌちゃんいる。これさ、W のさ、効果ってなんだっけ、あんま分かってないやん。あー、回復する感じね。これ3があれだっけ、なんてなんかついてたっけ。ついてねえか。長けりゃ長いだけいいとかないよな。いやー、このタイミングいってたら刺さってたな。強引な強引な眼光を見せてあげよう。強引すぎた。よいしょー、これが強引なガンクですよ。いいね、めちゃくちゃやなこのガンク。めちゃくちゃなガンクしてやったわ。置かれてたな、さすがに。でもヘカリムの強さを舐めてたな、あいつ。あと剣の合わせが偉かった。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。マルファイトとかいう生き物はね、5レベルになったらね、仕掛けたくてしょうがないから、この次の帰ってくるタイミングをね、ちょっと狙えると思います。マルファイトなんて生き物はね、もうそういうもんなんですよ。わかねえな。多分2回ぐらい行け、もう仕掛けてるわ。いや、あ、ナイス相打ち。相打ちはナイスですね。でもおもろいけどね、ちょっとレオナがな、レオナがめんどいっすよね。ゴースト湧いてるし、もう一回ガンク行きてえな。無理か。行って。アルティメットから入っ、チェンのウルトあるんだったらもっとガッツリ行ってもよかったかな。やべえ。なんもねえ。
いは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 い、いいよドラゴンやっちゃうよ。シェン頑張れ、シェン頑張れ、さすがに無理か、すごいきついかこれ、さすがに無理、欲張りさんこれ、ちょっと欲張りさんかな、ちょっと欲張りさんかもな、マルファイトウルト怖え、ボス使えばよかった先に。いける？お、ナイスー、ナイスー、無理やり、ナイスー。これさ、移動中に Q を詠唱しながらやるんだろうけどさ、タイミングわからん？タイミング全然わからん？帰りてえや、あれ、あーアンストッパブル行かせんかったー、くそー、ランストッパブルやんな、確か。一回書いとけばよかった。フラッシュの方向良かったね。打ち当ててあげて、ん？なんかウルト使われてね俺。いいね、テカリム、テカリムベイがめっちゃいい、楽しい。ダメージの出し方ちなみに全然わからん。なんか Q を当たるかな当たらないかなぐらいの位置でちょこちょこしときゃいいんかな。フラッシュがあるかどうか結構大事だな、マジで。何にしようかな、何にしようかな、どんぐらい硬いんだろう俺、俺どんぐらい硬い、教えてくれ誰か、俺どんぐらい硬いんや、
きます。いけ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 、俺には芯がついてるぞ。高速使い忘れてた。高速使いも行ってまい行ってまい行ってまい、駆動うおお、なんかわからんけど、なんかわからんけど頑張ってる、なんかわからんけど、なんかわからんけど、イエーイ、イエーイ、ウィナー。結構回復するね。これさ、Q がさ出てんのかさわかりにくいわ。俺今出てた、ちゃんと。なんかわからんけど勝利、なんかわからんけどなんとかなった。やばい、待って、シシ濃すぎ。なんかわからんけどなんとかなったぞ、みんな。さあ、2と3どっち上げなんだろう。どっちの方が強いんだろう。ちょっと見てみよう。わー、2だな2くせえ、1、2上げくせえ。これ2臭くね、2くせえぞ。何がいいんだろう。差しでも持っとく、分からんし、何もったいんか。にくさくね、これ。防御力の上がる幅上がるぞ。じゃあカイサちゃんそんなとこ行っちゃダメでしょ。全然無理あ、それは無理なんだ。これは無理なんだね。ごめんごめん、それは想定外。フラッシュも切らせれてなかったわ、ごめんフラッシュも切らせれてあげてなかった。なるほどね、ゆっくりダメージ出すキャラね。了解了解、理解した、このゲームを理解した俺は。まあビルド的にゆっくりだもんね。ちょっとやれんのかなって思っちゃったよ、まあ、ヒットアンダーウェイってことでしょこれ。回復するやん、めっちゃ回復するやけど俺。あれゴースト切れてねえ。バロン行くか、ゆっくり戦ったら強いわ。すいませんなんかあのオールインで敵バチコリいける感じか思いました。拙者2中の1めっちゃ回復する、マジで。グラトナスも積んでるから。え、レイさんこんばんは。え、楽しいこいつね、え楽しいんだけどこれぐらいの感じね。あとさ、ゴーストなんかさ、オスも多くてさ、ゴースト押せてないいつも。
一旦帰っていいかな。いいの入る。雪村、危険すぎますか。確かに、地形めっちゃ回復するんじゃん、俺。いや、でも硬い方がいい気がするな。移動中です。レイル、レイル、一瞬溜めてると瞬間に突進するだけで楽しいキャラ。楽しい。なんか今までにない感じで楽しい。あのドラゴンでもやるか。え、なんかいる。強っ。ドラゴンでもやりますか、暇だし。変、いい味出すな。え、これさ、からのからのでってててってれってれってってってれってってってれ。うわー、ウォーミーゴミー、ウォーミーゴミー、決めたのはビビロンやる。抜いた。え、楽しい。え、ベイガーと相性良くね。ベイガーとめちゃくちゃ相性ええんやけど。というところでね、今日の使用しているパックはですね、今日使用しているパックはダーマレーザーのクオリティファーストの金色の顔パックになりました。はい、まあ、使用感としてはですね、結構まあビタミン、肌痛い、ちょっと荒れてるところとかビタミン塗ると自分ヒリヒリするんですけど、その感覚もまあちゃんとあって、まあ、ビタミンも効いてるのかなと思いました。ご視聴ありがとうございました。なんつってね。なんつって。はい、2万ダマゲ、2万ダマゲしか出てないんかい。はい、ってことでありがとうございました。楽しかった。でもなんか強い気するけどな。ぼちぼち強いんじゃね？なんか硬くて楽しかった、普通に。はい。高評価とチャンネル登録よろしくね。